父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタローがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。Appearance of the abyssal kaiju Geros, a team of elite soldiers gathers under Gento Hirama, and the special kaiju reaction detachment is deployed for the first time. Next time on Ultraman Blazar, the man who created Scarn. Stand united, and you shall never fall. やっぱり伝説の九尾の狐が何百年ぶりかで。ああ、青い狐呼びを見たのは俺だけじゃねえ。俺んところの連中もみんながはっきり見てるんだ。同じだな、オマル温泉がやられた時と。それだけじゃねえよ団長さん。昨夜遅く、あのカオルって娘っ子が山の方から降りてきたのを見たものがあるんだ。カオルがまた。この土地に伝わる九尾の狐の伝説とは、尾が九つに巻かれた古狐が女に化けて宮中に入り込み人々を悩ませたが、正体がバレて那須野に逃れ、そこで討ち取られました。しかしその魂は大きな殺生石となって、近寄る者を殺したと言われるもので。圭一、テレビばかり見てないで作文書いちゃわなきゃ。書けるもんか、こんなもの。だからね、書けないなら書けないでいい。理由を言えば先生分かってくださるわよ。わかるもんか。ダメだよ。圭一。ただいま。あ、おかえりなさい。どうしたんだ一体。不気味な雰囲気だな。宿題の作文のことなのよ。ああ。僕の母さんって誰なの。なるほど。書けるかそんなの。ケンシ君、そんなことで沙織さんにダダをこねたりして赤ん坊みたいだな。お母さんがいないのはそれは悲しいさ、寂しいさ。だけどケンシ君だけじゃないぞ。日本中にはお母さんのいない子はいっぱいいるんだ。第一、沙織さんだって同じことが言えるじゃないか。その沙織さんにダダをこねたりして、お姉ちゃんどんなに辛い思いするのか分かってるのかい。小太郎さん、どうなんだ健一君。うん、ごめんお姉ちゃん、俺ちょっと甘えちゃったかな。ああ、そうだ。
沙織さんのことを書けば。え、お姉ちゃんのこと？うん。ダメよそんな。いいかい健一君、毎日ご飯を作り君のパンツを洗ってくれる人、それは沙織さんじゃないか。君はお姉さんのことを書くんだ。僕にだってこんな立派なお母さんがいるってみんなに教えてあげるんだよ。うん。あんたらはスポーカーとまんのぜ。お教室での子邪魔じゃないか。何すんのよ。こいついつも入場記憶があってゆろうろしてるのさ。行こうぜ。行こないか。チェ、あいつのおふくろ、キツネのたたりで死んだんだって。気持ち悪いよな。本当なんだぜ。さあ、そろそろ帰るとするか。カオルちゃん。それじゃあ、ほんのちょっとだけだよ。うん。いいか。おーれ。これでおしまいだ。みんな明日までお休みだ。どうした、カオルちゃん。カオルちゃん、最初がここだ、ええ、で次がここだな、ええ、で今度が、はい、こちら自警団詰め所。何？いんどこでまた事件？いきなりパーッと火が来てね、うちのモーターボートは燃え出したんだよ。俺んとこはタクシーが黒焦げになってひっくり返っちゃった。どうしてくれるんだよ、弱っちまな。今年になってもう夜止めじゃけんな。俺はまたあの狐付きを見たぜ。狐付き？くれない香るかね。そうだと思う。はっきりこの目で見た。あいつは那須岳の方から降りてきたんだ。どうすんだ団長。もう俺たちはこれ以上おとなしく構えてる気はないぜ。くそー、あの娘っ子、ふんづかまいて泥剥がして。なんか面白いやつねえかな。おい、カオルだ、行こう。おい、隠れろ。キツネ。何すんだよ。キュービーのキツネ、キュービーのキツネ、お前のおふくろ、キュービーのキツネ。何を、どこのカエルは、どうしてくれるの、キツネなの。キュービーのキツネ、言ってみなさいよ。何すんだよ。なぜ、なぜなの、言ってみなさいよ。キツネ、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 キツネ。お孫さんですか。いえ、身寄りがないもんで私が引き取ってるんですが、他の人から狐がついてるのなんのと後ろ指刺されるのが不憫でして。カオルちゃん、君は夕べも那須岳に登ったの？うん。何をしに登ったの？お母さんに会いに行ったのよ。いつもそこへ行くとお母さんに会えるの？うん。カオルちゃん、キュービの狐って見たことある？見たことなんかないわ。でもあそこには何かいるのよ。どうしてわかるの？火が燃えるでしょ。そうすると少し経って息が聞こえるの。ヒューヒューって、とっても悲しそう。最初はお母さんかと思ったわ。でも匂いでわかった。匂い？ええ、お母さんの息ならあんなに生臭くないもの。うん、生臭いのか。お魚食べた後みたい。
おい、捕まえろ。よし、落ち着くんだ、カオルちゃん。ザットの東小太郎です。おい、グズグズすんな。捕まえて藤森。はい、待ってください。話を聞いてください。話すことなんかない。相手はすばしくいぞ。よーし、おとなしで行ったんじゃ。やめてください。邪魔すんな。さあさあ、はいはい、あっちだ、あっちだ、あっち。どこ行ったんだ。どこ行きやがった。徹底的に探せ。シャノンの分けても探したんだ。おい、俺たちもハンタラモンを探そう。上野は連中と一緒に行ってくれ。俺は別の方を探す。わかりました。あそこにいたぞ。しゃー、早く動け、早く早く。どこに行ったんだ。車の未来が。よし。何見てんだ。遊びに来たんじゃねえんだぞ。おい、いたか。いないですね。お、あんなところにやがる。自分で追え。よし。よし、あ、煙の様子がおかしい。あの辺りだけ風向きが変わったようだ。それにあれがいるのよ。生臭いでしょ。え、あれが息をしているのよ。アクセルだ。始まるんだわ。あれが暴れ出すのよ。君は今すぐロープウェイで降りろ。山は危険だ。私ここにいる。お母さんに会えるもの。カオルちゃん、君のお母さんは4年前に死んだ。目を覚ますんだ。殺したのはそこにいるやつだ。そいつが君のお母さんを殺し、君の幸せを奪ったんだ。この敵はきっとザットが取ってる。約束しよう。さあ早くロープウェイ。ザット本部、ザット本部、こちら東。
薫はどうした？向こうへ降りてきました。なんで降りたって邪魔するんだお前は。まあそれどころじゃない、あれが見えないんですか。なんだお前は。キツネだ、降ってくるぞ。すぐに避難してください。ロープウェイ降りちゃったぞ、早く降りろ。しかし、ロープウェイの中に子供がいます。救出してください。紅カオル君、紅カオル君、聞こえますか。スーパースワローが救命ロープを下ろす。君はこれに捕まって脱出しなさい。分かったら窓から手を振ること。手を振っています。元気そうです。よかった。よし、スーパースワロー作戦開始せよ。了解。スワロー、あと1メートルだ。胴体が接触するまで近寄せろ。はい。消えてしまいましたが、おそらくあの辺りに潜伏しているものと思います。見えない怪獣です。見えない。よし、攻撃する。はい、はい。カオル、頑張るのよ。頑張るのよ。決して諦めてはいけません。カオルは強い子だったでしょう。お母さんが一番よく知ってる。もう少しの辛抱、頑張るのよカオル。お母さん、ずっとカオルを見ていますからね。お母さん。隊長、ロケット弾も効果ありませんよ。何しろ目標は高圧鉄砲じゃ。ああ、カオル君は危険だ。一時攻撃中止。はい、隊長。おお、あれだ。あ、副隊長、ああ身を守ります。スプレー作戦です。おお、よし、ザット本部、ザット本部。
作戦開始。了解。悪いことしちゃったよな。本当に謝るよ。悪かったよ。堪忍してくれよ。いってこれでお会いくよ。小太郎さん。お僕褒められちゃった。何を。この間の作文だよ。僕のお母さん。何を書いたんだ。もちろんお姉ちゃんのことさ。僕のお母さんお姉ちゃんに決まってるじゃないか。こいつ。おかえりなさい。ただいま。健一、今頃までどこで遊んできたの。お夕飯前にお風呂に入らなきゃダメって言ってあるでしょ。ほらね。ね。Came from a blazar at the center of a distant galaxy. A giant with an unwavering sense of justice. Eliminate a future kaiju threat before Ultraman does. Prepare to launch the armored kaiju Earth Garo. No time to waste. This is a story of the people united by the same will to protect the Earth and the battles they face together. Ultraman Blazar. I've got this.
If you have nowhere to go, would you stay and master the Cosmo Beast style? The Cosmo Beast style? Continue your basic training to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike! Tim Water Snake Strike! Let us both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together. Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Vulcan! Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters! From planet L-77! Our fists are for peace! Juggernaut charging Buffalo Strike! The strongest fighting style in the universe ends today! I am the Grand Master of the Cosmo Beast Style! Regulos of the Red Dragon White Tiger Fist!最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。